皆さんこんにちは、もとみです。今回は YouTube 2本目ということで、前回と同じく週末 Vlog を撮ってみました。もともと行く予定だったミュージックフェスに行けなくて、私が住んでいたら、水族館に連れて行ってくれたので、その時の様子をまとめています。ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。ではスタート。すごいね。すごくない？これはすごいね。よくやったね、こんなの。ちょっと時間。すごっ。かわいいでしょ？すごすぎるわ。トロロそばかけた。すごいね。びっくりするぐらい、これはすごいわ。想像超えてた？食べれない。これは。食べれないわ。すごいね、あの子。ショーみたいなね。でも水族館入ってメインの水槽でそれやるから、入り口からちょっとなんか4時半ぐらいに着けるというか、ね、イワシのイリュージョンってやつがめっちゃすごいの。ほんと見たら感動する。私初めて見たら感動した。どうする？ん？なんだろう。そこまで言っといてね。もうすぐ出れるように見て、メイクもして髪の毛もしてるんだよ。結構か。グリーンルーム行けなくなっちゃったかな。俺の中でグリーンルームそこまで大イベントじゃない。大イベントだったな、ちゃんは。じゃあ、ただ行こうか。一緒に見てる。一緒に見てる。
人もいそうだね。
な犬種は。滑り込みの水族館楽しかったね。イルカって感じ。イルカ、イワシも綺麗だったでしょ、まあ、ちょっと見た場所が悪かったね。あれはイワシ系はさ見たことあるけど、イルカは感動したね。小学校の時はグループデートとかあるじゃん、ああいうので行ったり、中学校の時のデートとか大体八景島行くのよ。あ、でも子供が来るところね。次回の動画もお楽しみに。ぜひ皆さんのコメント